改めまして自己紹介の方お願いしたいんですけども、はい、今日は大勢ですからね、はい、6人ですか、はい、さあ、順番にお願いいたします。はい、はい、私たち僕して外かんだ、はい、イントメです。はい、歌って踊る大食いアイドル、うん、前前キュンキュン萌えあずこと萌えなずきです。はい、あれこの子声が低いなと思ったら私です、宮野ねりです。おう、宮野ちゃん。はい、カッキーこと柿原彩乃です、よろしくお願いします。原ちゃんと、バクステのファイティングガール、今日もみんなに元気を届けたい、元気リンリンゆりんこと朝倉ゆりです。おう、うん、はい、バクステの中で多分一番新人です。もっと声が低かったあれもっと声が低かったよ、出なかったです。8期生のじゅんじゅんこと北上純です、よろしくお願いします。はい、はい、おはようございま す, と青森県出身のやった北です、8期生です、よろしくお願いします。新人さん、お願いします。いろいろに8期生とか言ってた、はい、今8期が一番新人、はいはい、一番上は1期は1期生が2人います。1年ずつ、これ、はい、いや、もう全然関係なく、そういうわけでもないですけど、今4年目で8期生までいて、今9期生募集中の、半年に1回ぐらいかな、まあ、普通の計算でいったら半期ぐらいな感じ。どんどん募集するんだね。そうですね、何人いんの、膨れ上がってない。いや、でもなんかアイドルの世界も厳しいんで、うん、やっぱみんな違う道に行ったりとかするので、あ、諦めちゃう子もいる。はい、うん、で残ったメンバーで大体でも80名以上は80人、バクステ外神田1丁目の全員でも80人ぐらいはいる、はい、そうですね、会ったことない人いるでしょじゃあ今日初対面ってことはある、はい、ないない、あんまり会わないメンバーは結構いる、いるけど、はい、そりゃそうだよね、80人もいれば、うん、はい、そうですね。いやー、ということで今日は6人が来てくれましたけれども、はいはいはい、バクステ外神田一丁目、はいはい、これどういう名前なんですか、これは。これはですね、私たちが働いているカフェが秋葉原にあるんですけれども、その住所が外神田一丁目にあるので、はいはい、そこからもうユニークにも地名を名前にしてって感じで、で外神田一丁目ってつけたんですよ、うん、はい、でそのチョメってなんでチョメなんだろうって、なんかちょっとやらしいもんね。そっちじゃないです、ね、そっちじゃないんですけど、あのそっちって分かってるんだ、うん、あの関西の方で、うん、あのなんか可愛い女の子をチョメっていう説があるらしく、うん、本当聞いたことな い, ないよ。メンバー内でもう聞いたことないやつがいるよ。ないよ、そういうイメージで作られてます、はい、チョメって言った方が、はい、チョメよりはその意味もあるし、ね、いいし、はい、1チョメ、2チョメ、3チョメみたいなのあったね。ラカチコ、ラカチコの、ね、ちっちゃいことは気にしな い, そ, しないそれだっけ。1チョメなんかあったな、1チョメ、1チョメ、ワオオとか志村けんさんの、あった、そんなの、ちっちゃいことは気にするな、それ若ちこ若ちこ、諸説あります。なんかその若ちこじゃないかもしれないけど、なんか1丁目2丁目3丁目ちょっと聞いたことあるだろう。わかんねえな。バクステは何、はい、バクステっていう、バクステっていうのは秋葉原バックステージパスっていうカフェが秋葉原にあって、その店の服が、なるほど、ね、外神田っていうのはその地名なんだね、はい、地名で、他にもあんの店は、バックステージはここだけで、はい、その秋葉原バックステージパスのカフェでアルバイトをしながら、うん、はい、ステージも設置されていて、はい、じゃあもうアルバイト仕事しながらステージングもある、はいはい、あって、はい、働きながらアイドルを目指して、それはカフェだもんね、だから飲食店ってことでしょ、はい、食べたりご飯食べたりするところであり、はい、注文取りながら注文の途中だけど、はい、あ、すいませんちょっとステージの時間ですすいません、はい、行ってきますみたいなこともある、はい、本当にありますね、あるんだ、はい、あとドリンク運んだりとか、うん、レジもやりました、そうですね、じゃあこ の, あの、はい、バクステ外神田1丁目に入ってない普通のアルバイトの人もいる、うん、いない、まあ、フロアの大人のマネージャーさんとかいるんですけ ど, けど基本料理作る以外は全部私たちが、でも80人もいたら手持ち無沙汰な子もいっぱいいるでしょそれはシフトでちゃんと、はい、みんな料理の日にね何人入るとかあるので、ね、決まってるんだ、はい、決まってます。その中しかもあの、うん、来てくださるお客様のことをプロデューサーってお呼びしてて、うん、なんで、なんでそういう世界観なんでじゃねえよ、応援育成していただく、はい、
システムになってます。プロデュースしてください。プロデュースもしてくれるの、お客さんが。そうですね、はい、いただいてます。もっとこうしないのか。そうですね、あのステージが終わった後普通にまたカフェ店員さんみたいになるので、その時に接客中に先のステージこうだったねとか言ってもらったりとか。ステージをもうちょっとあそこでなんか表情明るくしなきゃとか言うんだ。はい、していただきます。ありがとうございますって、はい、プロデューサーさんって言って、はい、こう芸人の世界に置き換えたらもうな、うん、俺が飲食で働いてネタやって、うん、でまたこと飲食戻ったら、うん、こうこうした方がいいよ、ね、あれが行くんだってうるせえって、俺もプロでやってんだっつって、そう、うん、なっちゃいそうだけどね。ね、それ時給とかはあるわけ、そういうカフェの働きに関しては。はいはい、時給アイドルとしてやってる。時給いくらの？はい、うん、千円ぐらい。ちょっとカフェのなんか相場よりはちょい高めな。はい、そうですね。でステージ代はまた違うんでしょ？いやいです、もう全部時給で。全部時給込みで。はい。はい、あ、分かりました。みんなじゃあそれ専門というか、もうワクステ外観で一丁目だけ。そうですね、他でバイトしてるとかない。ないです。暮らしていける。あ、でも全然大丈夫です。それが一体化された夢のような職場なんですよ。バイトしながらアイドル活動できるしみたいな。そうなんですよ。普通だったら、まあ急にお仕事芸能活動入ったらバイト休みますってなるのが、もう全部そっちは。この時間は店はやってない。やってます。やってんの。朝の11時から夜の11時までやってます。へえ、無給で。この時の今のこの仕事のこのラジオ出演は時給外ってことじゃ。そうです、そうです。ただ働きだ今このラジオ出演が。そうなんですかね。それはそれで出るんじゃないの。出るのかな、分かりませんけど。ステージ外では。さあということで、はいはい、そんなねユニークなユニットバクステ外神田一丁目さん、ここでですね、毎回恒例なんですよ、ゲストが来るとね、AD 増田という男がゲストのことを事前に根掘り葉掘り調べ上げてきてますから。本当ですか。どこから。ちょっと発表しちゃいますよ。はい、いいですね。一人一人ありますからね。やだやだやだ。萌のあずきちゃん、はい、誕生日プレゼントにもらった、まつげ育毛剤を、リップグロスと勘違いしてずっと使っていた。大丈夫、唇から毛生えてきてない。気持ち悪いよ、唇から毛生えてきて。似た感じなの、その見た目は。うん、似てるんですよ、見た目が。本当にみんな、どうみんな。本当に似てる。似てるんかい。でも、あってこれなんですけど、見た目がすごいピンク色で、伝わりますかね。もう見た目が完全にリップグロスみたいな感じで、でも、まあ、中は透明だけど、まあ、こういう感じなんだと思って、薄くてかでかしてるんですよ。これは分かんないね。でもちょっとスースーするんですけど。つけ応えはどうなの、その唇につけ応えは。ちょっとスースーして、そういう感じ。ちょっといいですか、指手に。ちょっとスースーするんですよ。スースーしません。いや、あんましないね。でもこれ本当にあのライブの直前になんかモヤズがつけてて、あ、すごいテカテカしてると思って、どこのグロス使ってんのって聞いたら、ここだよみたいな。え、それ待って待って、直前に気づいたんですよ。あれ、よく見てみたら、スカルプ D、スカルプ D の、スカルプ D って時点で気づこう。大模型だから、模型だからスカルプ D って。あ、絶対スカルプ D のやつなんだ。スカルプ D なんだ。昔 CM やってましたね。すごい、最近一番衝撃でした。衝撃すぎるよ。天然さんなんだね。毛生えてきたらどうしようって感じ。アイラッシュって書いてある。英語がわからない子じゃん。形から入っちゃって。そんなにクロスっぽくないもんね。まあね。さあ続きまして、朝倉ゆりちゃん、はい、楽屋で仮眠を取っていたら、はい、いびきがうるさくてクレームが来た。これ誰ですか、こんな嘘ついたの。え、ちょっと怖いんですけど。え、誰ですか、これ。どういう、どっか嘘じゃない、嘘じゃない。これこれは大体遠征で車で行くことが多いんですけど、もう大体1時間ぐらいした時からすっごい音が聞こえてきて、おじさん乗ってたっけと思って。ガーグはガーグはガーグは聞こえてきて、あれって見たら大体ゆりちゃんが、そんな口開けて寝てます。自分がいびき持ちって知ってた。いや、
分かんなかった。分かんなかったんだ。はい、何かがだから口開いてるからガがうるさいんだね。口パターンもあるし鼻パターンもあるし。あと目も開いてます。いろんなとこ開いちゃってんだ。口になんか入れたら収まる。何やし、ダメだ。失速しちゃう。面か。鼻呼吸ができない子かもしれないんだ。ああ、ね、そうかも。忍びねえな。かまわんよ。いいよ。みんなに言わなきゃ。忍びねえの。すみません。かまわんよ。続きまして、やだきたちゃん。あ、やったです。はい。やったちゃんね。はい、やったきたちゃんの。はい。はい、やったーときたーで、はい、ちょっと覚えやすいように名前を考えました、注文で厚缶を頼まれたのに、これはバクステ外神田一丁目の店内かな、はい、厚缶っていうのもあるんだね、はい、厚缶を頼まれたのに、うん、あかんと伝票に書いてあかんって書いちゃって、お客さんからダメ出し、はい、なんかお客さんになんかまずなんか先輩に呼び出されて、え、何これって言われて、うん、えと思って見たら、うん、あかんって書いてあって、うん、あれやばいって扱いは分かってたわけ、ま、はい、間違えちゃったの単純に、はい、書くのをね、つを入れ忘れて、でもなんかお客さんに、うん、いやこれはあかんなとか言われてうまいことは取り入れられて、すごい、ね、バリバリ津軽弁だね、ほんでね、はい、はい、ね、まだ上京したて、はい、4月に来たばっかりです。なるほど、はい、ね、まあ、これだけいればね、それはもう全国からいるんじゃない、はい、出身地がね、はいはい、じゃあ北海道から沖縄まで揃ってます、はい、揃って47都道府県全部いる、いないところもある、いないところもあるけど、主要都市は大体いますね、はい、いないとこどこだろうね、そこ欲しいね、ここ、そこ全部揃えたいね、そうですね、でゆくゆくはその各県一区一人にして、ね、いいですね、いいね、47人で、さあということで続きましては北上純ちゃんかな、はい、お父さん、はい、ツイッターにアップした食べ物の感想を LINE で送ってくるらしい。いやなんか私あの、バクステに入ってまだ4ヶ月経ってないぐらいで、なんかツイッターとかもやらせてもらって、お父さんがすごい偉く気にしてくれて、娘のそのアイドル活動、はい、でなんか逐一私のツイッターを覗いて、今日こんなの食べましたみたいな写真載せるじゃないですか、ななみちゃんが食べたやつをね、はい、それをお父さんがすぐ LINE で、美味しそうだねみたいなのを、ツイッターアカウント名はいいよね、本当になんか怖いんですよ、でも、あのフォローしてるとかそういうわけじゃなく、お父さんツイッターとかは特にやってないの、やってないの、わざわざ多分ちゃんと検索かけて、その検索から多分見てるんじゃないかなって、フォローした方が絶対早い、絶対始めた方がいいよっては言ってるんですけど、いやー親心だね、あのじゃあ東京出身ってこと？私宮城出身です。宮城、あ、じゃあお前と、ね、うん、どこ宮城の、え、あの大崎です。え、え、ら、マジで、え、マジで、え、俺静岡県なんだよ、ね、ここまで乗ってきたけど無理あるだろう、信じた、大崎ね、信じます、大崎ってあの岐阜の方だっけ、あ、岐阜、はい、岐阜下の方か、ね、上の方、仙台に比べたら仙台のちょっと上ですね、おー、大崎ね、はい、いや、そう、だって自分が食べたツイッターってだってお父さん、あ、美味しそうだねってこと か, とか食べたわけじゃなくてね、私このなんか最近ちょっと目の調子が悪くて眼科に行きたいっていうツイートをしてたら、うんうん、なんかお父さんが大丈夫みたいなのも話題にしてくれて、優しい、心配するよね、お父さん、でもうちの、ね、親見てるけど黙って見てますよ、うん、あ、そうな、いちいちメールくれない、ね、見てくれない、まず、耳きもうるせえし親も何心配してくれないんだあれ、おー、そうかさあ続きまして宮野、はい、メリーちゃん、はい、ね、自宅でちくわを踏んでしまった、はい、何これちくわか、これまず何で自宅にちくわが落ちてるの、チワワ、チワワか、チワワそう、あの、そうですね、ちくわですね、あの、ある日深夜に帰宅してなんか本当嫌な予感がしたんですよ、うん、で、あの、暗かったんで、うわーって思って電気つ、こう電気探してて、うん、で、なんか足元にこう冷たい感覚がぬめっと、なんかそうなんですよ、変な、うわ、これ絶対あれじゃんって思って電気つけたら、なんだと思った、絶対あれで、何、絶対あの、女の人の手とかだと、いや、そう思わないでしょ、まず幽霊的なね、そうですね、ちくわよりもありえないよ、それで、あの、もう絶対私霊感症状慣れたって思って電気つけた、電気つけたら、あの、ちくわ
ちくわかいって。なんだちくわか、それもすごいことだ。ちくわが下に置いてあるのはすごいこと。あ、普通のちくわです。そうです、一人暮らしで。なんだ一人暮らし。そうです、一人暮らしで。なんでちくわが落としてたの。なんか朝なくしたと思ったんですよ。ちくわをなくすことってないよあんまり。うっかり。俺だってね、なくさないようにこう結んでおけるように穴開いてるし、指に入れるように、指に入れるようじゃねえ。いやちょっと不思議ちゃんなのかな、ちくわを通して。やっぱ、ね、しっかりしてます。練り物が好きだから練り物。みんなもあーじゃない。なわけないです。ちくわ踏みがちなんで、ちょっと練り。踏みがちなんだ。踏みがりと。初めてじゃなかったんだね。さあ続きまして、柿原彩乃ちゃん、はい、アイドルをやってることと、うん、はい、父がプロレスラーということを友達に。うわ俺これタイムリーだ、昨日見たよ。ああ柿原さんの娘さん。あ、そうですね。え、あの昨日だって大会かなんか、うん、柿原さんで柿エイドをやられてる。柿エイドね。おうおうおう。いや今だから闘病してるんだよね。そうなんです。病気と戦って病気になっちゃって、はい、悪性リンパ腫と今戦ってます。お父さんが。はい、そうなんです。でそのことを内緒してた。あ、そうなんです。ほぼほぼ友達にその私がアイドルやってることと、うん、父がプロレスラーってことを言ってないんですけど、ここで言っちゃったじゃん。あ、そっか。あーじゃない。いや言ってた方がいいよ。なんでこんなことを秘密にしてたの。 AD 増田が知ってんだよ。確かに。あ、でもなんかそのまたストーキングしたかお前。そうなんですね、ちょうどね写真あって娘さんがアイドルって言って、うん、あ、そうなんだ。でアイドルは何々とか出てなかったその時。いや出てた出てた。あ、でもね、あのこのバックステップはの名前は出てないの。アイドルの娘さんアイドルっていうのは出てて、はい、そうなんです。友達にも言ってないの。あ、なんか少数の友達にしか言ってなくて、そしたらその言ってない友達が最近プロレスにすごいハマっちゃって、私にもうなんとか選手かっこいいのとか言ってくるんですよ。うんうん、知ってる人だって。いや、お父さんじゃないんですけど。お父さん今、ね、出てないから、はい、で知ってる選手の方のこととか言ってきて、うん、いつバレるのかなと思って、いやいや、私ね自慢しちゃうのに。なんで自慢しちゃうの。お父さんプロレスラーなんか、そんなことかっこいいです。お父さん何歳。44ぐらいです、ね。あれどこだっけ、あの団体は。最初が UWF で、さあ U インターだ、はい、最後は新日本プロレス。新日本だ、はい、引退させて。あ、引退して今闘病。そうです。あ、なるほど、 U インターでね。いやもうここでじゃあもう これをきっかけにね、もう公表していきましょう、はい、だって結構でかい記事だったよ。そう、ね、そうヤフーのトップの。それはもうバレちゃう、うん、バレちゃいますね。バレみんな知ってたの、ここにいるみんなは。はい、あ、知ってたんだ、はい、他にいるの、お父さんプロレスラー。いねえよもう。そうそうかばんねえんだろ。そこで、うん。さあそんなバクステ外神田一丁目の皆さんですが、はい、8月12日にニューシングル、はい、甘い誘惑デインジャラスをリリースいたしました。おめでとうございます。はい、ということで、はい、移籍第1弾シングルということ で事務所移籍したのかな。あ、レコード会社さん、レコード会社を移籍して、ビクターエンターテインメントさんに移籍させていただいて、第1弾シングルで、はい、もうすごい気合が入った曲になります。こちらの曲はですね、とかっこよさの中にちょっとセクシーな感じもあったりして、うん、パーティーチューンになってます。パーティーチューン。そしてですね、うん、80年代を思わせるようなちょっとディスコっぽい雰囲気もあって、うん、大人の方にはちょっと懐かしんでもらえたり、うん、若い方にはちょっと逆に新鮮な感じで、なるほどね、聞いてもらえるかなと思ってます。なるほど、わかりました、はいはい。そしてカフェレストランバックステージパスで様々なイベントが予定されていると。はい、ちょっと教えてもらっていいですか。はい、秋葉原バックステージパスにて8月22日から30日までバックステの夏祭り2015を開催いたします、うん。そちらがですね、ヨーヨーとか綿あめとか用意してて、縁日みたいなことができたりするので、広いんだその店自体は。そうですね、はい、なのでぜひ東京に来たら夏休みなので遊びに来てほしいなと。毎日だからお祭り気分が味わえる。そうなんです、本当に、はい、縁日みたいだね、ちょっとね。はい、その普通のなんか BGM は自分たちの曲が流れてるとかそういうことの、なんかアレンジされたバージョンが流れたりする、はい、そうなんです。そしてですね、9月19日から23日の5日間、うん、新宿ブレイズさんにてバックステ外館の一部のライブをさせていただきますので、こちらもぜひぜひ見に来てほしいです。出張だ、はい、ライブデイズ、ライブデイズ、ライブデイズですか。はい、シルバーウィークなので、はい、シルバーウィークだ、はい、なるほど。それもだってノーギャラでしょ、だってもう離れてる。
店離れちゃってるから。でもやっぱりね、あのステージに立つのが私たち大好きなので、はいはい、おゲラでも関係ないよ、はい、じゃあそのライブやってる間、はい、またこのバックステのお店の方に出てる子もいるんですか。います、はい、います。ゆくゆくそんな、いや私は店で働きたいですって言ってさ、出てくる人外行きたくないですよみたいな。千人で店歌うよりも私はオーダーを取りたいんですよ。さあそんなこんなで、はい、新曲をお届けしましょうよ、はいはいはい、曲紹介の方お願いいたします。はい、この夏にぴったりなパーティーチューンになっています。それでは聴いてください。爆捨て外神田一丁目で甘い誘惑デンジャラス。さあ当店全部お送りしておりますスクールナイン、今日は爆捨ての皆さんが遊びに来てくれております。さあ企画を行いたいと思いますね。藤田君に企画のね、タイトルを大声で叫んでもらいたいんですが、うん、こんな感じでお願いします。どういう大食いクイズ対決とって言えばいい。お願いします。大食いクイズ対決。ありがとうございます。これ二度手間じゃねえな。二度手間じゃねえな。趣旨を説明しますね。バクステの萌野あずきちゃん、はい、はい、新爆食女王として、はい、ギャル曽根から襲名いたしました、はいはい、ね、ポストギャル曽根として名を馳せていると、はい、トータルテンボスの藤田も、その昔黄金伝説で大食い芸人として、はい、ファッションやらと親友になるぐらいなるぐらい、それぐらい食べてました。親友ではないです、ね、切磋琢磨して、ね、そこで大食いとクイズを合わせた企画を行いたいと思います、はい、ルール説明です。バクステチーム VS トータルテンボスチームの対決です、うん、クイズは一般常識クイズをバイトの前田が出題します、うん、出題したら、萌野ちゃんと藤田は決められた食べ物を食べていただく、うん、口から食べ物がなくなった時点で手を挙げてください。その時点で AD マスターがチェックします、はい、先に食べ終わった方に回答権が得られます。正解すればチームに1ポイントが入ります。合計点が多い方のチームが勝ちです、お二人は飲み物が必要ですよね、食べてる間、はい、もし喉が渇いた場合は、二人の前にはバイトの前田特製のセンブリ茶を用意しております、もし喉を潤したい時はセンブリ茶を、なるほど、お願いいたします。そして負けたチームはさらに罰ゲームとして全員センブリ茶を飲む、その道飲むんだ、その道2人はもうどの道飲んでますから、どの道飲む、負けても勝とう、来ましたね。センブリ茶ってでもみんな勘違いしてるからな、普通のセンブリ茶じゃないから、ね、なんかあれ一応ほらメディアだからセンブリ茶って言わないと本当は違うダメなんだけど、これもう正直言っちゃおうかな、なんか色、うん、これセンブリ茶じゃなくて前田ってね、さっきほらあのひょろっとしたやつ、あいつのおしっこなんだよ。だと思って、あ、そうかそうか、そんな綺麗なんですね、だから本当に負けられないですよ、寄ってみますね、みんな応援してね、意外とね、意外とね、意外といいね、健康だからね、そうそう、不健康なもの食べるなって言ってやる、ちょっと生温かく、今仕立てだ、出来立てだから、時間から放送してさあそれでは行きますけれど、まずは、一旦ブレイクですね。スクールナイン、さあトータルテンボスがお送りしておりますスクールナイン、はい、今日はバクステの皆さんが来てくれておりますが、先ほど説明しました企画の方、はい、いざやっていきたいと思います、はい、まず食べ物発表しましょう、はい、バナナ1本です、はい、まずはバナナ1本全部食べ終わってから回答権が得られます。さあバイトの前田が出題いたします、問題の方お願いいたします。問題です。じゃじゃん。上の反対語は下、休日の反対語は平日。では元日の反対語は？え、平日ですか？はい、どうぞ食べてください。元日の反対語は？元日の反対語は？なんだっけ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 ？結構食べる。なんだっけ？なんだっけ？なんだっけ？全然わかんないよ。反対語。今ね、もう食べ終わるまでですから、それまでにね、俺は俺しかいないんだけど。右が左、あ、もうやでもそれ逆に反対じゃなくない？分かった、分かった分かった、分かりました、分かっちゃったよ、はい、あ、ズボン、すごい、あ、すごい、見た、いや、悔しい、 0.1 秒差ぐらいだった今、辻人が、違った、元日の反対から読んだだけなんで、うん、さあバズステに移りましたよ。いやいや滑りした、どん滑り、誰も笑ってませんでしょ
やや滑りどころそういうんじゃねえんだよそういうんじゃねえよ笑おっか誰もねみんなねちょっとさあ楽してるんですよ回答何それみたいなはい、はい、あいいですか、はい、これの答えははい、うん、大晦日です。えおお元旦の逆ってやっちゃー1月1日から12月やったやったありがとうございます。発想がすごいね。頭いい。分かりました。よかったです。すごい。あておめでとう。じゃあ藤田が。辻が。さあ続いて2問目いきますか。はい、わあ。まだいけるね。最終問題じゃないね。はいじゃあ2問目いきましょう。まず発表します。何ですかそれは。バームクーヘン。バームクーヘン。喉が渇くやつですね。いきましょう。問題です。問題です。じゃじゃん。じゃじゃいらねえんだ。1リットルは何ミリリットル？え？宮野さん、宮野さん。わかった。そんなの。じゃあ頼むよ。これはいけるから。逃しちゃった。さあ。声が面白いな。声？早い早い早い。打ちたやっぱ早い。なんか変な口上げてますよ。萌野さん。飲んじゃった。苦い。あ、苦いからね。さあ藤田さん。行きました。1リットル何ミリリットル？1000ミリリットル。よっしゃー！さあ1ポイント大差、1ポイントに戻しましたよ。どうしました萌乃ちゃん。いや多分ね、苦いんです。苦いからね、まあ、喉を潤せようと思って飲んバイトのおしっこ飲んじゃったから飲んでしまいましたね。またバームが甘いからね。さあ最終問題ですか。まだいける。まだわかんない。最終問題じゃない。行きましょう。はい、続いての食べ物発表。ドキドキ。想像以上にこれ負けた。おにぎりです。おにぎり。そう具は大丈夫。具はね、昆布と、ね、どっちでもいいよ。どっちがいいですか。お互い譲り合ってますけども。どっち、あ、じゃあ梅、はい。梅でいいですか。はい、はい、じゃあ藤田君が昆布、はい。行きましょう。問題。はい。とこうか。問題です。うん、じゃじゃん。じゃじゃいらねえんだから。OL やサラリーマンは和製英語です。ではいわゆる会社員のことを英語で何という。いただきます。あ、え、これって何だった、はい、何だった。あ、ゆりさん分かりますか。さあどっちが早いかですから。早いね。でもね、萌乃ちゃんもね、でも藤田の方はね、もう口から、あとは飲み込むだけですよ。藤田はまだ萌乃ちゃんは原型とぼどまってる。まだ高速前でも食べ方にかみしてくる。やっぱ口の大きさがね藤田違うから。さあ藤田君が流し込んだか。流し込んだことは手が上がったのは萌乃ちゃん。早い。お、もうやばい。さあ確かめてください。大丈夫。はい、やったー。さあ爆出できました。会社員の英語ですよね。マン。やってますね。やってますね。私ですね。じゃあいいですね。MEN 違います。ただの男サラリーマン。ゆみちゃん。違うの。違うの。サラリーマンじゃないんだ。オフィスワーカー。オフィスレディーと。わかんない。オフィスワーカーなんだ。大ダブルだったんじゃ男って。 OL じゃなくて。難しい。うわ、これ引っ掛け問題だね。マンで笑ってた俺が恥ずかしい。ダセマンとか言ってるんだ。まあまあでも男だからね。ごめんなさい。さあ最終問題。あと一分。まだいける？行きましょう。まだ最終問題じゃない。用意された。最終問題。これは今ね、1ポイントですから。最後勝った方が。負けられないですね。8000ポイント入ります。1ポイントでいい。1ポイント。8000ポイントをかけて最終問題。まずは食べ物。早かったね萌乃ちゃん、おにぎり。はい、得意なんです。でかい。ちょっと萌乃ちゃん、ちょっと唇に海苔がついてる。海苔がもしかしたら毛が入ってる。マスカラの育毛剤が今入ってる。さあメロンパン。メロンパンとクラッカー1枚。クラッカー1枚でしょうか。早めにするためにね。クラッカー1枚で勝負。よーい、あ、問題です。問題です。じゃじゃん。やねんだってだから。河合雅宏は何のギネス記録を持っている人。いただきます。かわいいまさひろさん。かわいいまさひろじゃねえよ。かわいいまさひろ。まずかわいい。あ、そんな字。早い藤田君。答えていいですか。ギダ。ダメだ。ということで8001ポイント VS1 でトータルテンボスの勝ち。ということで爆発
罰ゲームとして毎度のおしっこ飲んでもらいます。あと5秒で、はい、飲んでください。飲みながらさようならです。皆さん、さようなら。バイバイ。